このコーナーはフック仙台の提供でお送りします。さあというわけでまっちゃん、はい、ね、えなんか2人並ぶとさ、はい、君たち兄弟みたいな2人ともメガネなんで、メガネでしかもなんか髪の雰囲気もなんかこう、おなんか似てる感じだし、似てます着てるものもなんかこう2人して、あ確かになんか色もちょっとこれデュエットでデビューしても全然おかしくない感じですよなんならこのまんまあれだよね、あの中央通りでさ路上ライブ2人でやって、あやりますじゃあやりましょうか、やってみましょう確かに違和感ないかも、ないないです ね, ねなんかこれいいんじゃないあじゃあこのままやっちゃいますか、やっちゃいますか、ということでございまして、それではまずはその今日はまあバンドじゃなくてソロなんですか、はい、はい、紹介してください。はい、今日はですね1月の27日水曜日アライブアサウンドに出演いただくクロヤンさんにお越しいただきました。イエーイ、よろしくお願いします。クロヤンです。クロヤン、じゃあ軽く自己紹介なんですか。はい、わかりました。仙台で活動しておりますクロヤンと言います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま す。あ、仙台なんだ。仙台ですね。仙台在住、仙台在住、出身は気仙沼で、おお、出身ですね。いいところから来ましたね。はい、本当に魚が美味しい町から来ましたね。え、はい、気仙沼はうまいよな。うまいですね、本当に。なんだろう、あの全てが揃ってる、全てが揃ってますね。ね、はい、山あり、海あり、海あり、うん、川あり、ね、川あり、平野だけがない、平野だけがないですね平野はないですね、そういえば。平野めちゃくちゃ狭いんだよね。狭いっすね、まあ、ないって言うと怒られるんだけども、まああるっちゃあるんですけど、ちょぴっとしかない、うん、ってあー平野だねっていうぐらいしかない。だから絶対的に言うとデコボコしてるんですよね、なんかそう特にあれだよね、今あのあそこはあのほら、はい、カラクワとかもみんな一緒になったからね、はい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 、そうですね、合併して、元吉も合併してどんどん拡大してって、そうだよね、気がついたらあれこんなでかくなったかなと思って周りを巻き込んでってかなり広がったよね。広がりましたね、俺もびっくりします。でも広がった先が全部リアス式海岸っていう、そうなんですよね結局ギザ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 してるんですよ、上から下までこう、そうそう、あのギザギザが長くなっただけみたいな、そうです、そうですそう、はい、いいな、そこから仙台。そうですね、あの進学を機に仙台引っ越してきました。おー、そっか、はい、え、もう仙台来て何年ぐらい。今年で2年目ですね。おーおー、はい、じゃあまだ新鮮なところですね。そうですね、なんだかどこに何あるかまだ全然分かんなくて挙句に地下鉄東西線ができて、そうですね、さらに困惑します。わかるわそれ。さあというわけで、普段はソロ。そうですね、普段はソロ、たまにバンドもやってますね。最近バンド始めました。さっきバンドいいね、これなんかちょっとこれフレーズ的に美味しいねですかね。あ、最近バンド始めました、最近バンド始めました冷やし中華始めましたみたいな、ね、そうなんかそれ的なノリでですねそれアルバムジャケットにいいよね。あ、いいですね、なんかこう中華屋さんの入り口みたいな雰囲気のところに、はいはいはい、最近バンド始めました、始めました、いいですねいや、 やってみようかなそれどういう話やで。さあというわけで、ソロシンガーということなんで、今日は2曲。そうですね、2曲、はい、それじゃあまあ1曲とりあえずどんな歌なのか聞かせてもらいましょう、はい、曲紹介お願いします。はい、わかりました。1曲目は風船の花という曲です。これはあの僕がバンドだった時に作った歌なんですけど、大切な友達のことを思って作った曲です。ぜひそのことを、念頭に置いて聴いていただけたらなと思います。それでは聞いてください。風船の花。何
花が君の見えない背中を押して、知らないところで Hey 機械、希望を持つこと、涙流さなくて笑顔を見せて。さあ、というわけで一曲聴いてもらいましたけども、ずいぶんストレートだね。そうですね、ストレートな感じで作ってみました、ね、てか俺の作る歌はほとんどなんかストレートな感じで、無駄な余計なことは一切しないで、本当になんか伝えたいことだけバーンと前に出すような感じで作ってますね。もうギターもベースもドラムも、はい、本当にいじらない。そうですね、うん、本当にただコードバーンと弾いてみたいな感じですね、うん、そうだよね、はい、これはもうある意味あれだよな、あの1960年代70年代あたりの、はい、こうロックやってた連中の、なんだろう、本当にビートだけ、うん、大事にして音作りましたみたいな。はい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 、うん、でもそういう感じですね、本当にリズムだけ大事にしてみたいな、ね、感じですね、うん、結構好き。ありがとうございます結構好きとか。ありがとうございますすんごい評価の仕方だな本当にありがとうございます。だよね、ストレートに自分の思いを乗せるための、はい、なんか音のベース。そうですね、みたいな感じのね作り方してて、はい、うん、いいと思います。ありがとうございますさあ、ということでこの1月27日は、はい、どんなライブになるんですか。はい、この日はですね、うん、アコースティック弾き語りのイベントになります。おー。で、まあ、フックのメインステージでなく、うん、サブステージを PA 前に、あ、レイナの PA 前の、そうですね、あの中途半端なところに、ね、中途半端なところにステージをちょっと作っておー感じですね。おー。この日はアコースティック系で何人ぐらい出るんですか。そうですね、この日はトータルで、6組出ます。で、出演者なんですけども、うん、帝国カツサンドさんで、スバルさん、猪狩圭介さん、うん、で、東京から内山みゆきさん、うん、で、高橋さんで、クロヤンさんですね。いや、その高橋さんだけど、なんで高橋さんなんか妙におかしいだろそれ他みんなちゃんとなんかバンドっぽい名前とかさ。そうですね、ちゃんとなんかクロヤンとかね、いかにもボーカルって感じの名前、はいどうしたこの方だけ高橋さん。高橋さん、その3までがなんかキャラだったら面白いね。ああ、3、うん、そう、あのみんな高橋だと思ってると、はい、ちゃんとあのバンドのね、あのラインナップにも高橋さんまで入ってるんですあ、ここまでなんだみたいななんだっけ、サンプラザ中野くん、あれはくんまで入って、あですね、そうそう、芸名なの、アーティスト中野くんさん、中野くんさん、今日のゲストはサンプラザ中野くんさんですっていうのを俺は聞いたことあるから、そうそう、もう一曲、あ、もう一曲、はい、それではもう一曲紹介お願いします。はい、もう一曲の方は、これもバンドの時作った曲なんですけど、うん、めちゃくちゃハッピーに、とにかくハッピーにっていう思いを込めて作りました。すごく明るく楽しい曲になっております。それでは聴いてください。ローリンローリン。
さあというわけでなかなかねあのバンド時代、はい、バンド名が心得、そうですね、心得っていうバンドでやってました。わけわかんない名前つけてた。いえいえいえ、そんなそんな。いいよね、心得。いいですかね。いや、少々心得がございます。あります、ね、はい。心得がございます。そういう時の心得ですからね。はい、そうですね。いやいやいや。さあということでございまして、このクロヤンも出演する1月27日のライブ、まあ6組アコースティックで出てきて、はい、延々ライブやるわけ。そうですね、まあ休憩というか転換10分、うん、まあ、1組アーティストごとにあるんですけど、うん、まあそうですね、1番目から6番目まで延々とアコースティックで。アコースティックだから正直さ、はい、ステージの転換大してそうなんですよ、時間かかんないよね。はい、さささっと。そうだよね、普通のバンドだったらさ10分15分そうですね必要だけど、はい、ただ人をギター持って入れ替わるだけだよね。これあとシールドもぐさって刺して終わりです。そうだよね、どう考えても転換に時間かかんないよね。かからないです。これいいな。なんかずっとあれだな、サブステージの脇のとこにこうちょこんと座って聞いてたら、はい、結構楽しそうだよね。そうですね。さあというわけで、そのスケジュール、もう一回おさらいお願いします。はい、1月27日水曜日、アライブアサウンド、オープン17時スタート18時、前売りチケット1000円、当日チケット1500円、ドリンク代、入場時別途600円いただきます。はい、これまああれですね、あのまさにアコースティックサウンドが好きな人は、はい、でこういうちょっとストレートなボーカルとかね、はい、聞きたい人もうこれはやっぱりちょっと行って、そうですね、覗きつつ、はい、しかもあれだね、こういうノリだからさ、かなり友達になれそうだよね。だってどう考えてもギター一本持ってさ、ステージ上がってってさ、それこそシールドね、ペッチさしてさ、うん、あ、どうもこんばんは。どう考えても終わったらそのままあれでしょ、楽屋に行くでもなし、はい、なんとなくそこにいてみたいなね。そうですね、なんかこう6人がうじゃうじゃしてるっていうの楽しいよね。そうですね、うん、割とアットホームな雰囲気なんで。そうだよね、はい、これはぜひともですね、そういうのが好きな方、ちょっと、来ていただければと思います。さあそれではクロヤン、最後に一言メッセージなどを一発。はい、わかりました。そうですね、僕は仙台で今活動してるんですが、まあさっきのあのお話通り、ストレートな感じで歌を作っております。伝えたい思いとかそういうのを全部歌に込めて吹っ飛ばす感じで歌っていますので、もしよかったら、ライブなど遊びに来ていただけたらなと思います。ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、というわけで今日のゲストクロヤンでした。ありがとうございました。このコーナーはフック仙台の提供でお送りしました。